フヤライモンディはパイナップル科の植物である。アンデスの鉱山帯に生息するが、亜熱帯の気候でしか育たない。この植物は一回結実性で、開花するまでは鋭い棘のついた細長い葉を栗のイガのようにつけ、そのイガの直径は数メートルほどになる。この植物の巨大な果樹は世界的に見ても独特で、どのカビも3000の花と600万の種子をつける。 その生物的な周期は、約40年と長く、100年に一度花を咲かせるなどと言われるゆえんである。100年前後この姿で過ごした後、全長10メートルほどの巨大な果樹を突き出し、開花する。一回結実性のため、開花した後は腰する。1958年にアメリカのカリフォルニア大学植物園に植えられた株は、標高0メートルに近い低地だったためか。 28年後の1986年8月に花をつけている。プヤ・ライモンディは1994年版ギネスブックの動物と植物の章の最大の花、花が咲くまで最も時間のかかる植物の項目で登録されている。プヤ・ライモンディの名はこれを発見したイタリア人学者アントニオ・ライモンディに敬意を表したものである。ありがとうございます。